午ゴスマ、ゴーゴー、スマイル、マイナスは、2013年4月1日から、CBC テレビの制作により、TBS 系列局で月曜日から、金曜日の13時55分から15時49分に、生放送されている、ワイドショー、情報番組である。略称及び新聞テレビ欄でのクレジットは、午ゴスマ。中部日本放送では、2013年4月に、 自社制作番組を中心に据えた改編を実施し、それまでドラマ再放送枠に当てられていた平日14から15時台で放送を開始した。同局が平日14時台にローカル情報番組を編成するのは、この街は、この風は、ワイドショーユーの終了以来38年半ぶり。この改編を機に、平日午後におよそ4時間にわたって、 自社制作番組を放送することになった。放送開始時点でのコンセプトは、東海3県を徹底的に応援する。同時点で、CBC テレビアナウンサーであった石井良二がメインキャスターを務め、東海3県に縁の深い著名人を中心に、タレントや有識者をゴゴスマファミリーに寄与している。これまでは、スタジオトーク、生中継、日替わりのロケ企画などを通じて、 東海3県の視聴者へ向けて毎日の生活に家族や友人との会話に役立つ情報を伝えていた。2015年3月30日放送分から TBS テレビが読売テレビ制作日本テレビ系列全国ネットの情報ライブミヤネ屋に対抗するため14時53分までの同時ネットを開始本番組を昼帯の兄弟番組と位置づけた上で 昼帯と本番組で、CBC テレビ制作の3分番組、午後ネタ。おはさみ、TBS テレビの場合は、連続した4時間弱、CBC テレビの場合は、連続した5時間弱の生放送を実施する。在名曲制作の生アイド番組が、在京キー局同時ネットで放送されるのは、CBC テレビ制作、JNN 全国ネット番組、えなりかずき。 空ナビが終了した2010年9月24日以来4年半ぶりである TBS テレビ編成部長であった伊佐野秀樹は昼帯の流れを組みながら TBS 系列の力を巻き込んだ形で一定の評価を得ている午後すまで大きな一歩を踏み出したいと説明14時代は記者会見などが開かれることが多いため 当該時間帯に生放送番組を編成することは、視聴者に寄り添う放送局として、必要という見解も示している。同局制作の番組ではなく、系列局の番組を放送する理由として、まずは、朝ちゃん。と、白熱ライブビビット、現、ラビット。いずれも、TBS テレビ制作、全国ネットの生放送番組の充実に全力を注ぎたいので、 CBC テレビに協力を仰いだとしている。TBS テレビでのネット開始に合わせ番組構成もリニューアルされた。前半は TBS テレビでの視聴者も意識しながら主婦目線にこだわった生活情報を伝え、東海3県ローカルになる後半は地元向けの情報を中心とした構成となった。同年9月28日からは放送時間が CBC テレビは15時58分まで、TBS テレビは15時51分までに各々、の拡大。合わせて放送内容も視聴者の関心が高い事件、事故、芸能速報を充実させるなど全国向けにリニューアルし、TBS テレビも本格的に制作協力に参加する。またこの時点での洋費物レギュラー出演者は改編後も続投する。同年11月2日からは、 TBS テレビ報道局からの中継によるニュースコーナーを開始。14時40分頃からネット局エリアに関連する項目を中心として毎日数項目伝える。なおこのコーナーは同年9月まで TBS テレビの飛び降り後に東海3県ローカルで放送されていたニュースコーナーが形を変えて復活した格好となる。これを含め十月改編後もコーナーの開廃や 既存コーナーの放送時間入れ替えなどが適宜行われていて、この頃から本番組を通常時ヒネットとしている系列局の協力による裏送り中継も行われる。2016年4月1日からは昼帯からの接続がステブレレスに変更された。さらに同月4日からは東北放送でもネット開始。それに合わせ番組ロゴもピンクを基調としたものから、 原稿の緑を基調としたものにリニューアルされた。またこの日以降から新規ネット局が放送を開始すると、開始日にそのつぼねの紹介と合わせて中継をつなぐようになる。同年10月3日からは TBS テレビ、東北放送のみ、N スタ、大霊部3分前拡大に伴い、15時50分までの放送に短縮となる。 東海産県ローカル時代からアシスタントを務めてきた古川恵里子が3 0 0 3 5休業に入るため2017年1月13日放送分で一時交番。16日放送分以降は中田秋が月曜日アルファー、根本美桜が水曜日アルファー、馬場のり子が金曜日アルファーのアシスタントを担当している。同年4月3日からは3位放送でもネット開始。 同年7月31日放送分からは、放送時間が1分短縮となり、CBC テレビは15時57分まで、TBS テレビ、東北放送、山陰放送は15時49分までの放送に変更となる。同年8月3日の放送で、古川恵里子が3 0 3号休業から復帰し、当面は他のアシスタント3名が出演しない日を担当する。 8月7日から8月11日の放送は MC の石井良二が夏休みでニュース解説担当の石塚元明が代理 MC を務めた。同年9月4日からはテレビ山口でもネット開始。2018年4月2日からは新潟放送、静岡放送、同年10月1日からは北海道放送でもネット開始。同日の放送からは 15時49分での飛び降り、ポイントを15時40分にも設定し、この時点では、北海道放送のみ15時40分で放送終了していた。2019年4月1日からは、IBC 岩手放送、チューリップテレビ、熊本放送でもネット開始。制作局の CBC テレビでは、同日から、夕方の新ローカル情報番組、ちゃんと、の放送を開始。 これに伴い2015年4月以来設定していた東海3県ローカルパートを廃止し終了時刻を従来の15時57分から従前の2つ目の飛び降り点であった15時49分に繰り上げたことで一部ネット局でも CBC テレビと同じ放送時間に統一されたさらにワイドショー情報番組で初めてフリーアナウンサーの古立一郎を レギュラーコメンテーターに起用した。同年7月1日からは、テレビ高知、同年9月30日からハーイテレビ、大分放送、南日本放送でもネット開始。またこの時期からは一部一部や新聞などの番組表における番組名表記を通称と同じ、午後スマに統一した。2020年3月30日からは、テレビ有福島、テレビ山梨、 RSK 山陽放送、宮崎放送でもネット開始。なお、番組開始当初から MC を務めている石井は、翌31日付で CBC テレビを退職したが、4月1日以降もフリーアナウンサーとして引き続き MC を担当している。同年9月28日からは RKB 毎日放送でもネット開始。2021年1月4日からは、北陸放送。 中国放送でもネット開始。同年3月15日からは毎日放送でもネット開始。これにより、同番組は5大都市圏の TBS 系列局すべてでレギュラー放送化されることになった。なお、毎日放送でのネット開始にあたり、同局は石井と同月29日から夕方は区において関西ローカルで放送する情報ワイド番組。 ヨンチャン t v の総合司会を務める川田直也が出演する当番組とヨンチャン t v の合同 PR スポットを制作したほか、ネット開始2日前の同月13日には土曜日に関西ローカルで放送されている情報バラエティ番組、セイアネ年に石井が生出演して直々に当番組を PR した。同年3月29日からは長崎放送でもネット開始。 これにより通常時ネット局は TBS 系列24局に拡大となり全47都道府県の半数以上の地域で常時視聴できるようになった。なお、RKB 毎日放送は正式ネット開始前となる2020年4月13日から5月22日までの間、中国放送では同じく同年7月13日から22日までに限り、いずれも 臨時同時ネットを実施した。これについて、RKB 毎日放送では、共感テレビのレギュラー出演者が、中国放送では、番組関係者が、新型コロナウイルスにそれぞれ感染した影響から、番組の制作体制を一時的に縮小していた、ことによる。2021年5月25日からは公式、YouTube チャンネル、ゴゴスマ公式を開設。 番組終了後に石井とアシスタントがその日の放送内容を振り返る生配信企画あと10分生で喋りますと石井のトークライブこんばんは一人で喋りますを中心に不定期で配信する TBS テレビでのネット開始初日となった2015年3月30日放送分は2.9%を記録それ以降も1から2%台で推移同年8月時点で おおむね8から10%を記録している情報ライブミヤネ屋に対して本番組及び直撃ライブグッディはいずれも2から3%にとどまっていた。枠拡大後の初日、2日目も両日とも1.8%を記録し枠拡大前同様の苦戦が続いていた。2016年は1月から2月の平均視聴率は関東地区は2.6% 名古屋地区は4.5%であった。同年5月の段階では、12日13日17日の、順日本番組が1.8%、2.4%、4.1%、宮根屋が6.3%、7.3%、10.2%、グッディ第一部が3%、4.2%、4.6%の視聴率をそれぞれ記録。その後、同年9月19日放送分は、 名古屋地区は8.9%、関東地区は5.2%を記録、両地区ともに最高視聴率となり、同時に名古屋地区は初めて宮根屋を上回った。2017年は3月3日放送分は名古屋地区で8.1%を記録し、宮根屋の6.4%を上回り、2度目の同時間帯トップを獲得。これは、 番組開始以来4番目の高視聴率となった。同年10月4日、放送分は関東地区で5.4%を記録し、初めて関東地区で視聴率1位を獲得した。同年10月25日放送分は関東地区で6.5%を記録し、関東地区で2度目となる視聴率1位を獲得。名古屋地区は6.6%と同じく視聴率1位を獲得。 さらに10月の関東地区の月間平均視聴率が過去最高の4.6%をマーク。週平均では関東地区で5.1%と過去最高記録。さらに2018年2月2日、放送分は関東地区での初めて7%を超えた。2020年に入ってからは関東地区での平均視聴率が上昇傾向にあり、 同年6月29日放送分は、ミヤネ屋の5.6%を上回る5.7%を記録し、2019年12月5日放送分以来となる関東地区での視聴率1位を獲得。同年11月12日放送分でも、ミヤネ屋が5.8%に対し、本番組は6.0%を記録。同年12月4日放送分、 同年12月17日放送分でも、前者は5.7%を、後者は6.3%を記録した。2021年に入ってからも好調を維持し続けており、1月4日7日放送分では、関東地区での平均視聴率では、過去最高となる8.3%を記録。さらに1月の関東地区の月間平均世帯視聴率では、 歴代最高となる6.6%を記録し、ミヤネ屋の6.8%についで2位に躍進すると、同時に個人視聴率も歴代最高の3.3%で、ミヤネ屋と並び初の同時間トップタイとなった。また2月4日、放送分でもミヤネ屋の6.9%を上回る7.1%を記録。さらに毎日放送でのネット開始初日となった。 3月15日放送分の世帯視聴率は関東地区では同時間帯1位帯となる5.4%を名古屋地区では同時間帯1位となる5.6%をいずれも記録した。なお2021年6月現在の関東地区での世帯平均視聴率は5から7%台で推移しており、日々宮根屋との互角な視聴率争いを展開している。 2017年は宮城地区で10月第4週に平均4.9%を記録し、北海道地区で10月第5週から11月第1週に平均4.2%を、11月29日に比別5.7%を各々記録し、山口地区で同年12月につき平均6.3%を記録した。2019年は比別では鳥取、 島根地区で2月11日に7.0%、新潟地区で2月13日に6.8%、高知地区で7月3日に7.2%、岩手地区で10月16日に5.5%、富山地区で11月11日に6.7%、おのおの記録。週平均では、静岡地区で8月第3週に6.2%、 山口地区で9.1%を、鳥取、島根地区で6.9%を各々記録した。2020年は、日別では、愛媛地区で1月8日に5%を、熊本地区で3月6日に6.4%を、大分地区で3月3日に10.1%を、鹿児島地区で3月5日に6.0%を各々記録。週平均では、2月第5週に、 北海道地区で4.5%を、新潟地区で6.3%を各々記録した。2021年は同年1月4日からネット開始した中国放送での初回の視聴率は、世帯視聴率で8.1%を、個人視聴率で4.2%をいずれも記録。北海道、札幌地区で 2月24日に6.4%を、翌25日に6.7%を記録。2018年10月からネット開始の北海道放送では、前社は初の同時間帯での首位獲得となり、後者は2日連続で同時間帯での首位獲得に、加えて個人視聴率でも首位となった。同年3月15日からネット開始した毎日、放送での初回の世帯視聴率は、 関西地区では同時間帯2位となる4.9%を記録した。すべて、各、曜日とも、毎週出演と各週など不定期出演者が混在している。2020年4月以降、新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言発令に伴いスタジオ出演を休止し、リモートにて出演していたが、宣言の解除や都道府県をまたぐ。 往来の自粛要請解除を受けて6月下旬以降、順次、スタジオ出演を再開している。しかし、2021年1月8日から3月19日、2021年4月26日からは、再び緊急事態宣言が発令されたことに伴い、リモート出演に戻る。リモート出演の際は、下記レギュラーとコメンテーターの中から3から4名が、リモート出演し、 スタジオの曜日レギュラー席には、本来最大5人がいるところに、石塚一人のみとなる。肩書きは番組公式サイトによるもの。以下の中から毎日1から2名が日替わりで出演。コメンテーターの出演する曜日は一部を除き、ほぼ固定されている。曜日レギュラーと同様、テレワーク機関は、愛知県及び緊急事態宣言対象外地域の在住者を除き、 テレワーク出演。須田、龍崎は政治関連の話題などで電話出演することがあるが、その他の出演者は2021年4月以降、出演実績がない。上記のほか、朝ちゃん、グッド、ラックのリポーターや取材ディレクターらが番組内でリポートしたものを本番組で再編集し、放送するケースがあるほか、現在進行形の事象を扱う場合は、 時間帯が隣接する昼帯のリポーターや TBS テレビ及び CBC テレビを含めた JNN 各局の記者やアナウンサーらが引き続き本番組で中継でリポートを行う場合もある。いずれも TBS テレビ報道局フロアからの中継で出演。いずれも TBS テレビ N スタジオからの中継で出演。時刻表記はすべて日本標準時で表記する。 毎年4月下旬もしくは5月初旬にかけて開催される男子ゴルフの中日クラウンズ予選ラウンド期間中にあたる木曜、金曜の放送については2015年から2018年までは CBC テレビが同中継を東海3県ローカルで放送する際は当番組を放送休止とし CBC テレビ以外のネット局では穴埋めとして自主編成番組を放送するか TBS テレビにおける代替編成番組を同時ネットするかのどちらかで対応した。同時ネット局が大幅に増加した2019年以降は CBC テレビが同中継を東海3県ローカルで放送のため休止する場合であっても CBC テレビ以外のネット局では本番組を同局からの裏送りで通常通り放送するようになった。事前に放送される。 予定の TBS テレビ初の報道特番や番組放送中に突発的な大事件及び大きな自然災害等が発生し緊急ニュースを放送する必要が発生した際は一時中断途中打ち切りのどちらかとなり一時中断扱いとする際には冒頭の十数分数十分程度を TBS テレビ初の報道特番に変更するが事案によっては番組枠は残しつつも 内容のほぼ全編を差し替える事例もある。2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2013年、12月13日は、本番組に続いて、名古屋市の子育て情報に特化した特別番組、ママスマ、リアルママのキッズだよりを、東海三県ローカルで15時50分、16時50分に放送。 本番組から MC の石井とママタレントである当時のレギュラー陣が出演した。ナレーターは当時石井の上司だった小堀正圭。石井、山口を進行役に立てた上で河村隆名古屋市長に対してキラママカフェのリスナー代表が同市の育児、保健施策に関する意見を直々に述べる企画も実施した。放送終了後は 放送済みの動画を番組の公式サイトからインターネット向けに配信している。2014年8月22日、午後すま、夏休みスペシャルとして、僕、どうしたらいいですかもっと知りたい、東海三県の旅夏休みスペシャルを1時間番組で放送。柳原が三重県桑名市の石鳥祭りに参加する一泊二日の旅を放送した。石井は、 案内役として番組冒頭に出演、古川がナレーションを担当した。2015年1月1日14時30分17、0.17、15から18時に自社制作番組、なるほどプレゼンター。花坂かタイムズとの共同特別番組、東海地方の年末年始全力で調べます。花妻 SP を放送。この特番については、 ゴゴスマと、花坂かタイムズのいずれも、当時ネット実績が全くなかった北陸放送でも、全編同時ネットしている。2016年1月1日14時30分17、0.17、15から18時に、自社制作番組、なるほどプレゼンター。花坂かタイムズとの共同特別番組、花スマ2016名古屋発チューブ、ご当地年末年始。 生で見せます SP が放送された。この特番については、ゴゴスマと花坂かタイムズのいずれも、当時ネット実績が全くなかった北陸放送は、全編、同じくチューリップテレビ、静岡放送は第一部のみ、それぞれ同時ネットを実施した。ただし、戦術以外の当時及びその後のネット局は、この番組のネットは行っていない。TBS テレビが、 ネット受けを開始する前まで毎年8月中旬に1週間を通じて放送を休止していた。2014年3月28日は19時20時54分に東海三県ローカルで放送するプロ野球セリーグ開幕戦の中日対広島の中継は本番組と CBC テレビスポーツ部によるコラボレーション企画としてゴゴスマ福音声を実施。本番組のレギュラー陣から 石井、若狭、大久保、金太郎が出演した。2017年6月21日の放送は水曜、レギュラーの松本、東国原が東京から名古屋へ、東海道新幹線で向かう最中、静岡県内での大雨の影響による運転見合わせに遭遇し、三島駅付近で足止めとなり、出演不可能となり、新幹線車内から電話で出演した。ありがとうございます。